こんにちは今回ですね、継続してブログを書き続ける、まあ、そのコツについてお話ししようかと思います。えー、舞姫大学の舞さんもねあの、とってもいいアドバイスをされていたと思います。概要欄に貼っときますが、私の考えっていうのはね、ナ、ま、ミ、あ、さんの言われてることももっともなんですけどもあの、毎日継続してブログを書くためには、ブログを書くという目的を持ってちゃダメなんですよね。何かかのの目的があるからその 手段、段取りとしてブログを書かざるを得ないという仕組みを作ることが大事だと思います、えー、例えばですねスパゲティを食べようかなと思った時にお皿が必要だなスパゲティを湯がかないとなだからお湯を沸かさないとな、えー、そしてもしかしたらトマトケチャップこれがいるかなとかグリーンピースを買おうかなってなると思うんですよ、まあ、つまりこういった具材を買うのは目的ではなくてその前の段取りであり手段なんですよねお腹が空いたから スパゲティを作って食べようかなと思った時に素材がなければ買いに行くっていう行動になるじゃないですか。だからね、ブログを書きたいんだけどっていう前になんでブログを書くんですかどうして毎日書く必要があるんですかここなんですよね、大事なのね。これが一つです。あとね、目的が決まっていてその手段としてブログを書く時にブログが続かないんです。これブログじゃなくても同じですけども、うん、じゃあ3日は続けられませんか ?3 日はどうですかね ははどうですか1週間はどううでですすかか週間まずはお尻を決めて10日なら10日を継続しようと決めて、ね、10日間は走ってみてください10日書き終わったらもうやめていいですとそしてまたその気になったらスタートして10日やりましょう、まあ、10日じゃなくても7日でもいいです20日でもいいですという形であの永遠にやらないといけないと思うから今日書いてもどうせいつかやめちゃうかもなというふうに未来の不安で手が止まることが 結構あるんですよね。ですんで、日を決めてね、ゴールデンウィークの間だけとかってやるじゃないですか。ね、それとも今月だけとかね、月から金だけ書くとかね、逆に土日だけ書くとかね、そういう風に、自ら、こう、期間を限定していって、できそうな日数とか、できそうな時をやるという、決めて、そこから継続力のトレーニングをしてみたらどうかなと思います。この継続っていうのもね、 じゃあ10年書くぞって言って10年を自ら縛るとこれはこれでね意欲にもなるし負担にもなるんですよで1日やめ、あの書けなかったらああもう10年の目標切れちゃったって感じでモチベーションガグッと落ちるんですよねだからそうじゃなくて最初から10年書く力量なんてないわけですよ特に継続ができませんって言ってるわけですからだから1日2日書くことできても3日坊主になっちゃうわけでしょじゃあ最初から3日だけ書くぞって決めて3日書けばいいんですよ でいけるようだったら4日目にも挑戦して4日目に書けなかったらあ3日で完了したよっしゃと3日書こうと思って3日継続したと自分には丸って感じですよねそういう感じでどん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 自分の継続できる日数を増やしていけばいいと思うんですよでその過程でブログを1ヶ月書かなかったって日があってもお全然こもりかまわないじゃないですか3日やろうと思って3日書いたその後1ヶ月書けませんでした OK ですよ その1か月が終わった時にまたね気が向いた時に今度はまあ5日ぐらい書いてみるかみたいな感じで5日書いてどんどん自分の継続記録を伸ばしていくわけですよそういうふうにやるっていうことはできると思いますねあとはねテクニック的にねこういう方法もありますブログを1日書きます1日書くんだけどもそれを3分割して3日分にするって感じですよね前編中編後編ってこういうふうにすると1回の記事が3日とか場合によっては1週間に分けることができます 一日のブログの分量少ないです。意欲のある時に書いて、それを全部一回分にするんじゃなくて、意欲のない時のためにストックしておくわけですよね。まあそういう風にして、漫画家の週刊誌を書いてる漫画家の先生みたいにね、えー、ずっと貯めておくっていう方法もあります。だからね、継続して書くっていうのは、毎日書いているかどうかではなくて、まずはね、継続してリリースしている。つまりは毎日世の中に、 ブログってものを発信してるっていう事実が残っても構わないんですよ。そういうところからやってもいいんじゃないですかね。えー、ということで、10年以上、毎日、YouTube、ライブ放送を継続してる私がお送りしました。さらに私の場合はね、ヤマト君が生まれてから毎日、子育て日誌をつけておりますね。これは公開するものではないので、ずっとクローズドになると思いますけども、いやでもね、なんか目的がある。ヤマト君の記録を書くっていう目的があったら、これね、 いつまで続くかなと。なぜなら、大和くんっていうのは私がね、基本的には、生きてる限りはずっと生きてるからなんですよ。私がね、既得のとこに着くまでずっと書くんじゃないですか、この記録は私は。うん。ワクワクしますね。なんか全然ストップする気がしません。ということで本日は以上です。行ってらっしゃい。